ありがとうございます。今の心境はいかがですか？いや、結構今回2分1ラウンドとかで2分1ラウンドでちょっとそういうルールがすごい苦手で、ちょっと絶対勝てないと思ってて、足とかも怪我して本当悲しいって感じだったんですけど、結果優勝できて嬉しいですね。普通すぎですか？大丈夫ですか？すいません。足なんかここ靭帯伸ばしててちょっとビビってました。決勝はもう同じジムの人なんですけど、まあでも昨日初めて会ったんですけど、でもすごい強くて気持ちも強くて、もう今日は結果的には勝ちましたけど、全然勝ちだと思ってないんで、また機会があればやらせてもらいたいなと思ってます。それがちょっと適当なんですよね。なんか、はい、なんか普通に気づいたらもう始めてて、それもうやってたんですよね。そうなんだ。そうですね。はい。ジムが中2、3とかだと思うんですよね。中2かな。そんな感じなんですよね。ちょっと最初は親がどうしても俺なんかプライドに出したくて総合やらせようとしたんですけど、ちょっとなんかあんま合ってなかったかわかんないんですけど、そのちっちゃい頃ちょっと空手をやってて、でまた打撃やりたくて、その六本木にある K-1 道場っていう場所に入って、でそこで新田さんっていう人が教えてて、君来ないよみたいな感じで、ちょっと今のジムに入った感じです。そこから真剣にすごいやるようになりました。はい。いや、普通のキックです。最初、はい、デビュー戦は負けちゃったんですけどって感じです。それは高1ですよね。デビュー戦高1ですよね。高1ですよ、多分。めちゃくちゃ負けちゃったんですけど、いやマジで本当にひるやくんが出て K-1 甲子園が出てできて、ちょうど俺その時やってて、お前なんで出てないのとかマジ聞いてくるんですよ、みんな。それで、いや階級が違うんだよとか言っても、みんな、だけどなんで出ないのとか、なんで松倉 K-1 出ないのとかずっと聞かれてて、いや出たかったらってか出たいんだよみたいな感じで、それでやっぱどうしてもいつもそう比べられてて、もうぶっちゃけあんま強くないべみたいな感じだったんですよ。だから今日ちょっと勝ててよかったですね。ちょっと言いやすいですね、友達にも。そうですね、みんな来てもらってます。はいはい、それ助かりました。お母さんが俺本当にやばくて、なんか普通これなんか俺デビュー戦負けた時も家帰れないから怒られて、その場で何やってんのかなって、それでもう半端なかったんですよ。でもお父さん書くときすごいやめてほしくて、もうお母さんがイケイケで、それでもう負けて、もうやばいんですよマジで俺のお母さん。しかも試合前とかもうぶっ殺せとかずっと言ってて、今日もやばかったですよ。始まる前とかちゃんと蹴ってないとか技術みたいなことも言われて、たまに喧嘩しちゃうんですけど、そうです本当に。そのみんな引いてんですよ、これ甲子園とかなのに親が一番汚いみたいな感じになっちゃって、だから今試合終わってたら、いやまだあったら今大変ですけど、今日は混んでる。まあそうですけど、なんかこうまあそうですね、ちょっと怖いですね会うの。
いや本当すごいですよ。見たら1秒で分かります俺の親だって。マジで。どうする？いやなんかもう始まる前はでまず家に試合前とか毎日毎日毎日相手のこと調べて俺にいっぱい言ってくるんですよ。それであんた負けたらどうすんのとかずっと聞いてくるんですよ。あんた負けたら帰ってこれないんだよ。ずっと練習終わって帰ってもちょっと無理って感じの時にもね、勝てんの負けたらどうすんのってずっと聞いてきて、もう本当だからそういう感じなんですよ。で始まる前はなんかこう強気かと思ったら泣いてるんですよ。ちょっとなんかもう試合だみたいな感じで、だから本当多分1秒で分かります。いや多分やってないと思います。なんか戦いとかが好きなんですよね多分。松倉智子って言います。こういう友です。あの知るっていう字に下が、そうです。42とかだと思うんですよね。いや来ないです。練習とか、いやだからたまに最近技術のこととか言われてて、でそういうのになっちゃうとちょっと喧嘩になっちゃうんですよね。いやお前に言われたくねえ。しかも俺お母さん今そういえば格闘技やってるんですよ、うちのジムで。それで、はい、なんかちょっと知ったかが始まっていろいろ言われちゃうんですよね。いや俺本当に信じられないぐらい K-1 が好きなんで、ちょっと本当 K-1 出まくりたいって感じですね。で、あのやっぱルールがこうラウンド制とかだと助かります。そうですね、もうこうあんま俺深く考えないんで、もう行けるところまでどんどん行っちゃいたいです。大学は行かないとやめない。はい、学部はちょっと俺選べるほどあれじゃないんで、まあ、とりあえずまず行くためになんかテストが夏休み終わったら期末テストがあるんで、それをちょっと先に、まあ、でも今日勝ったから先生も許してくれるといいんですけどっていう感じなんですよね。だからそれクリアして、まあ、でも学部は選べないです。多分文学部とかになります。一応そのまま慶応に上がれる。そうですね、まあ、上がれれば俺何でもいいと思ってるんで。なんか永福町っていうちょっとよくわかんない場所、はい、そうです。そうですね、ちょっとだるいんですよ。